はい、どうも、リュウルカです。第3次スーパーロボット大戦 Z 天国編、前回の続きからやっていきます。ディアーヌ様に呼ばれて月に来たっていうところですね。どうしたの？トラントロワ。第34話、復活の日。今回撃墜数は キラ、刹那、クロー、ナイジェル、カレン、ヨーマ。リョーマと青以外にも強いユニット作んないとな。シャーか。バナージ先にやっちゃおうかな。オッケー。
インベーダーか。宇宙怪獣か。すげえ量だな。3ターン以内に敵を全滅させ、それまでにいずれかのターンにマップ兵器で一度に6機以上撃墜する。それをこれでターン A でなんとかやりたいんだけど、ブライト出しとけばよかった。いい感じじゃん。ドゥルル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 そろそろデスサイズヘルもきつくなってきたな。お、スフィアリアクト。気力150以上で傷だらけの獅子のスフィアが発動し、すべての味方パイロットの防御力はマップ終了までプラス10されます。すげえ。ああ、だから上がってたのか、能力が。よし。できる限りまっすぐ上がってあっち側のやつをはめたいな。気力が足んねえ。え、もうそんなのエースになっちゃえば気にならないけどな。まあナイジェルのエースはできるかぎり早く目指そう。トゥ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 
138。あれ強すぎる。いや、すげえ精神コマンド。次のターンで溜まるかな。攻撃してきてくれると助かるんだけどな。届かないよね、グレンラガの方にね。次のターンでピーリス使えるようになった。じゃあいける。まあどちらしろ3ターン目でなんとか。おお、ちょっと待て、そっち行くな。そこ届かないかもしれないじゃん。そうそうそう、そんな感じ。
こが届くのかが微妙なのよね。月光町不思議な形のマップ駅だから、おし、オッケー。斜め下に降りてこい。これで何体入るかだな、射程に。1,2,3,4,5,6,7,8,9 体か。6機以上だから大丈夫か。残念なことに敵味方の識別ができないからな。9か。ここのやつが入ってないんだ。よし、これをちょっとうまく利用して、クリティカルとかこんなんで出されたら結構切ないよね。与えられるのかな。Thank you.
よし。さあ、どんな結果になるかな。マジか、1万全然余裕だったな。まさに一網打尽だね。間にもちゃっかりとナイジェルで稼がせてもらった。よし。おお、残ったあと1体って重いな
ワムロが魂を覚えた。よし、SR ポイントもゲット。ここで一旦、終了して、続きは次回にしたいと思います。はい。次回もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。